どうもマックスゲース。本日は私こちらデローン。ダンダダンダンダンダダンダダンダダンつってダンダダン酒場。ダンダダン酒場さんに来ております。なんでこちらに来てるかというとですね、なんでもこちらダンダダン酒場さんはですね、居酒屋さん、居酒屋さんであり餃子屋さんなんですよ。餃子屋さんであり居酒屋さん、餃子居酒屋、餃子ブームの火付けということで、本日ちょっととある方たちと対決をさせていただきたいと思います。ちなみに、食べる内容はぶっちゃけ結構ハードかなっていうのが予想されます。ちょっとあのコミカルな感じになると思うんですけれども、よろしくお願いします。で、対戦される方の方でも生配信とかやられているんですよ。の僕の角度から撮る感じになると思いますので、よろしくお願いします。はい、ちなみにね、こちらのダンダダンさんはね、ダンダダン酒場さんはね、上場もされてものすごい今勢いがあるみたいですね。はい、食べる料理も勢いがあるでしょうか。今イケメンの皆様たちはオープニングをやられております。生配信されてますんでね、はい、そちらの方はあのアーカイブ貼らせていただくんで、あの見ていただければ。もう見えるでしょ、全メニューです。全メニュー、ダンダダン酒場さん全メニュー。もう 最新ご説明しておきますね。多分後でできなくなると思うんで、こんな感じです。でね、結構あの一品一品のボリュームがねすごいんですよ。いろいろあります、いろいろあります。餃子がどのタイミングで出てくるのかとすごい興味津々なんですけれども、ババババババって食べるんで、はい、今見せた店、ご覧いただいたメニューが全てでございますんで、今日食べる、はい、以上でございます。マジでイケメンの方たちばっかりなんですよ。本当にいいんですかね、この38歳のおっさんが一緒に映り込んで画面に。緊張しております。僕あの登場はドヤってくださいっていうご指示いただきましたんで、もう完全にドヤでいきますから。あ、違う、ドヤるってどういう感じなんですかね。ラスボス感でっていうことだ。ラスボス感、なんかやっぱ食感がちょっとハードそうなものを先に攻めたいなと、とか言っときながら今一番ちょっとヤッコが食べたい。すごいですね、店内も。すごいなみんな、はい、うわっ、いた、すっごい、いらっしゃいました。ボス、ボス登場、ご紹介いたします。はい、ということで本日の BQPB スペシャルゲスト、はい、そして、今日の対戦相手のマックス鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、フードファイターやってるマックス鈴木さん、もう、ね、お参加の方じゃないんですけど。違う、冒険家後悔すんだお前ら。さあ、じゃあ早速まずは座っていきましょう。はい、はい、お来た、イケメンが来た。ね、生配信なんてこういう時間があるのはリアルですね。ね、ちょっとね、生々しいね、生だけにな。バカ、おい、これ鈴木さんのカメラだからね。こんにちは、イケメンの方、失礼します、バンケットと申します。バンケットです。リンクあったのでまた見てください。歌って踊れるバンケットさんです。よろしくお願いします。歌って踊って食えるバンケットです。食えるバンケット。今日はあのカメラやりたいか。今日で世界一か俺ら。バカバカ、ドバイと超えてくの。はい、ということで、なんだと、世界一だと。うん、あ、これ黒い部分見えた気がする。黒い部分が。はい、ということで改めましてご紹介させていただきます。本日のスペシャルゲスト、そして対戦相手のマックス鈴木さんです。お願いします。マックス、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。ツイッターのモデコンでこう共演させていただいて。はい、そうですよね。まさか、まさか2度目の共演があるとは。しかもあれだからね、モデコンはやっぱ俺たちやっぱ音楽だからさ、そう、やっぱ主の、いつもやってる職業で主ジャンね、主ジャンでやらせていただいてる、うん、主ジャンで、はい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 、今日はあのマックス鈴木さんの主ジャンだからね。
登山家じゃないんですけど、登山家の方ってないんですか？サバイバルのハウスだ。あの、あんたたちはさ、何を見てそう思ってんの？どこらへん？いや、やっぱあの、一緒ってたから今日登るからこれジャージでしょ？そうそうそう、山登るから山登るって聞いてたよ。もうね、そんなことどうでもいいっすよ。ちょっと喋らせて。完全に助けてもらったから、ね、最初に聞いておきたいんですけど、はい、今日勝樹に来てます。もちろんです、もちろんです。これどうなんですか、皆さん。これどうなんですか、勝樹来てるんですか。はい、当たり前じゃないですか。いや、鈴木さん、もうボコボコにしててください。いいですか。さっきは舐めたこと言ってたんですよ、ちょろいわみたいなこと言ってたんで。言ってないです。なんだ。おめでます。視聴者の皆さんがおめでしまう。あ、おめでしょ、おめでしょ、危ない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 。こっちのカメラの視聴者はイケメンを見に来てる視聴者が多いんです。あかん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 。ごめんなさい、ごめんなさい。一応でもやっぱプロの方と戦うということなので、ハンデください。もちろん、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 ガチに来てるからこそ、そう、ガチですからね、ガチだからこそ、ハンデください。もちろん、いや、このハンデを、はい、こう、与えてというか、はい、あって、なおかつ勝つのがプロです。おー、はい、それで任せるのがアマチュアです。アマチュアでございます。アマチュアでございます。アマチュアで、はい、はい、まあ、でも、そのハンデどうする、ね、どうしよう。今回のハンデがあれ、やっぱ秒数だよね、欲しいの。いや、そうだね、決めてきた、みんなで。いかに回答以外で話してみんなで、うん、4人で渡辺ハブられたの、うん、うん、だからこの前あの事務所にね。あ、なるほどね。結構最近ハブられることが多くて、情報共有とか。はい、大丈夫ですか。頑張って。あ、そうだね、なるほど。今の絶対カットしないですから。あの、こいつらの、あの評価をこう下げる。まあ、で、まあ、あ、すいません、あの、ハンデというものですね。あの、時間をやっぱ、僕たちもらいたいので、はい、あの、ここの、あの、ダンダダンサガバさん、あ、違う、ダンダダン、あれ、ダンダダンサガサガさん、ダンダダンサガバさんね、言い直して間違えたかもしれない。ダンダダンサガサガバさん、すごいすごいすごい。あの、メニューを、あの、1分間で覚えてですね、僕たち5人が、はい、それのメニューを、あの、かけた、その個数分、1分以内にね。そう、1分以内にかけた個数分かける30秒。おお、ああなるほど。お、ってことはじゃあ仮に、10品正解したら、はい、10×30 300秒だから、はい、5分。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか。よし、あ、いい感じ。なるほどね、はい、なるほど。だから俺らがかけた分だけその来るから、こっちに39品になるからね、全部かけたら。あ、もうすごいよ、あ、もう勝ち確、勝ち確。1時間くらい待たせることになるから。大丈夫。それは番組としても1時間くらい大丈夫。なんでもない、意味ないです。なんでもない。拾わなきゃいけないと思っちゃうんだよ。いや、だから楽しくてしょうがない。いつも一人でやってるんで。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞどうぞどうぞ。大丈夫ですか。どうも、もちろんもちろんもちろん、もうならもう。じゃあそれ、早速準備、早速いきますか。じゃあメニューを1分間俺たちが見れるのね。そう、メニュー1分間見ていただき、覚えて、それを覚えて、うん、メニューをちょっとね、かける時間は何秒？1分。1分間でどれだけ覚えられるか。そう、いける。了解です。え、ちょっと、でもあのお酒はなしね。あ、まない、お酒なし。え、お酒なし。お酒なしですか。お酒なしよ、おかしい。メニューね、あれ、このオリジナルメニューってことですよね。いや、逆に何？いや、いいかどこのオリジナル。どこのメニューか。コンビニでも買うの。どういうこと？もうじゃあ行っちゃうよ。え1分覚える時間、はい、あのちゃんと間違えたらダメよ。なんとかなんとかで逆にもダメだから、ちゃんと覚えてダメ。もう1文字1個たりとも、ただ漢字じゃなくても OK。 ああ、お願いします。助かった。日本も弱いから俺。だんだんだん餃子以外にもね、美味しいものがたくさんあるんで、はい、覚えてください、はい、よーい、ドーン、はい、ビール、ダメよ。あんま言うな。ハイボール。5、4、3、2、1、はい、閉まって、閉じて、はい、閉じて、はい、閉じて、はい、すぐ閉じて、はい、すぐ閉じて、はい、準備してください。じゃあ、各時間1分、よーい、ドン。あ、各時間も1分なんだ。あれ、なんだっけ。あ、待って、書き出しだいぶ遅いですけど、大丈夫。止まってますけど。大丈夫これ、左見ればさ、ちょっとカンニングあんじゃん、カンニング。え、そう、ほら、そこにその、いや、メニュー、メニュー下に。余計なこと言わなくていいですよ。天の声さん、余計なこと言わなくていいですよ。やべ、全然終わらない。15秒残り、やばい。3、2、1、はい、ペン置いてください。ちなみに今日の、
べる量なんですけど、総重量、調べてたんですけど、はい、まず総重量、6.5キロ。どうですか、全メニュー見てみてどうですか、気になるメニューとか、はい、基本的にはだんだん坂本さん餃子がやっぱり推しなんですが、はい、それ以外にもいろいろやっぱりメニューがあるので、はい、もう今回そのお店側のご好意で、うん、もう全メニューいろいろもうちょっとアピールしてくれと、はいはい、全部のメニューをやっぱりしてほしいと、他にも美味しいメニューがたくさんあるので、めちゃくちゃうまそうですね、めちゃめちゃうまいです。これでも、ね、大食い的には結構レベル高めですね。あれ高いですか？なんでかっていうと、品目多いとそれだけなんていうんですかね、噛む回数が増えるというか、なんていうんだろう、同じものだけを淡々と食べ続けるんだったらペースも作れるんですけど、例えばサラダとかあったり肉あったり、あと麺あったり米があったりってなると噛む感覚変わってくるんで、やっぱ疲れちゃうんですよ。噛む感覚とかあるんですね。で、変わってくると疲れるんで、疲れるかっていくとどうなるかっていうと、お腹いっぱいになっちゃうんですよ、頭でも、でも食べれませんってなっちゃうんで、なんか盛り上がってる、拍手が盛り上がってる。まさか誰か頑張ったやつがいたかもしれない。まあ常識ですよね、今までで。何品正解できるのか、結果発表お願いします。いきます、せーの、17個です。おお、結構多い。来たぞ。え、510秒。中でも結構素晴らしい回答があったんですよね。はい、何ですか、これ誰ですか。あ、それ僕です。ひろくん、はい、全問丸。うわー、すげー。めっちゃ待って、それ馬ばっかじゃない、多分馬刺し、馬刺しゾーン、ほんまに馬刺しゾーン、ちょっとずるいな。馬刺しゾーン、やっぱ友達。いや、だって自分の部位だもん。自分の部位、それは分かる。自分のことよく分かる。はい、一番少ない。カイト、カイトですね。ほら、いや、でも適当なこと書いてらっしゃるのはこちら、誰ですか。誰だ、こいつ一番ふざけてるな、当時。顔でわかるぞ。ちゃんとこれ、豆もやしの非常に正解率が低い割に、しかも、かぶりが多い。意味な、一品ぐらいしか、ね、あんまり貢献してない、ね、冷やしそばとはでも俺、絶対自信あったからね。じゃあ俺と今、17品、はい、17品っていうことなんで、はい、17品かける30秒なんで、はい、誰か計算しますか。510秒かけるよ、あ、違う、割る60秒、8分30秒。そんなに、そういうことですね。8分30秒です。余裕合ってますよね。8分ならもう終わらせる。前ソロバイさんで8分30秒8分30秒のハンデ、はい、正直言っていいですか、正直言っていいですか、はい、ちょっとドキドキしてます。ちょっとドキドキしてます。結構ありますね。正直ちょっとドキドキします。結構マジかって思いました、正直。セコクかと勝ちにこだわろう。セコクかと、セコク行こう、セコク。8分30秒のじゃあハンデで一旦スタートをしましょうか。しゃー、準備の方、ちょっと箸じゃあ8分3、お箸などなどをじゃあなんかあるんですか、やっぱ大食い早食いするにあたってトレーニングの仕方とか。まあいろいろあるんですけど、食べれる量ってぶっちゃけ決まってるんで、はい、食べなきゃダメって感覚でやるよりは、あ、うまいうまいの延長ぐらいの方が多分いろんな意味でプラスだと思います。あ、いっぱい食べれるし、こうなんていうんですか、楽しんだ方がいっぱい入ると思います。え、やっぱ食べられる量ってこうトレーニングしたら増えていくもんなんですか。そうですね、だいぶ違う。てかトレーニングしたら無理です。あ、無理です。やっぱ広、あのビニール袋広げるみたいなもんなんで。ビニール袋、あの詰め放題の野菜をこうギュギュ詰めるビニール袋なんです。トレーニングはいい感じです、ざっくり言うと。だから楽しく食べなきゃダメなんだ。楽しくね。そう、いやでも今はもう現時点で楽しいんだよ。 あともう一つアドバイスするとすれば、口の中に物入れすぎないです。ちょこ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 入れて、ちょこ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 やってた方が絶対早いです。なんかすいません、敵なのに、なんかすいません。これでも本当に真面目なアドバイス。ちょこ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 、あとちょっとご飯関係ないんですけど、おしぼりめっちゃいい匂いです。本当に関係ないじゃん。あ、本当だ。いやでも、いやでも確かにいい匂い、めっちゃいい匂いですね。確かに。じゃあフレグランス、テンション上がるな、これ。バンケットチームはじゃあ、はい、誰から食べますか。誰から行こう。ここ大事だよ、トップバッター。でも出しちゃいましょう、どうぞ。うまそう、いいなぁ、いいの。もう一発目はもう定番である、やっぱこの焼き餃子、肉汁餃子たっぷり。肉汁たっぷり。俺行きたかった、これ。俺も行きたかった。うまそう、めっちゃうまそう。皆様、餃子は文化です。めっちゃうまそう。肉汁は文化ですよ。
飲み物何の対抗だ、何の対抗だ、あんま面白くない。それではよーいドン、頑張れ、いただきます、いただきます、スタート。じゃあ8分、8分30秒後に確かに、おーい、見てください、これやめろ、やめろ、やめろ、ほんといけ、ほんといけ、勝ちいけんだ、こっちお前勝ちいけんだ、うまい、うまいだろ、うまいよ、匂いすごい、今これ匂いがめっちゃいい、めっちゃ腹減ったな、すいません、何も食べてないんですけど、お水だけいただきます、めっちゃうまそう、ヨモさん肉汁半端ない、めっちゃ食いたい、あ、いい匂いする、本当に食欲そそるわ、今めっちゃ腹減ってた、3日2晩食ってないんだから、だいぶそんなゆっくりで、ねえ、米もあるからね、本当にあのお前、しかもお前ちょっと手震えてる、緊張してる緊張してるね、早く食え、うん、いや、あ、いや、いいよ、もう後でインサート撮るから、めっちゃ楽しそう早くも仲間あるリーダーだからね、あ、でも偉い、米粒一つもらった、あ、偉い、偉いこと、食ジャパニーズソウル、ジャパニーズソウル、はい、ありがとうございます。2品目、お願いします。いけるとこまで行っちゃおう、うまそう、あ、やや辛い、ほら、豆もやしあったやん、肉味噌もやしや、今、そっか、なに、辛味噌豆腐、なに、辛味噌、やや辛い肉味噌もやし、うわ、うまそう、絶対うまい、これこれ、一品ずつ変わった方がいいんじゃない、かもね、うん、喉通らない、じゃ俺ら、早い、早い、早い、なに、急だな、焼きそばみたい、急だな、うまい、うん、絶対うまいわ、うん、いや、ちょっと心臓だな、マジでうまそう、ちょっと早く交代してくれじゃあ2品ずつ交代しよう、でもプレッシャーすごいわ、マックス鈴木さん、今ちなみに何兆ぐらいだった、3分25秒、あかん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 、やばいな、あかんよ、だってあの微笑み見てよ、ね、もうこれもちょっと余裕だなって、もう余裕、それこそ一品一品変わるぐらいのがいいと思いますよ、マジで、お、はい、変えよう、スーさんやめよう、行けるとこまでさきさんやめよう、いや、なんで走っとんの、あ、でも結構早い、結構早い、それ以上に食ってる時間、いや、かかるね、あ、やっぱそうね、一回試さないと、はい、かかかかチェンジ、よし、チェンジ、でも、オニオンスライス、あ、オニオンスライスです、でも、ちなみにだけど、これ、寝かされた瞬間、勝ち目ないから、いただきます、お、いいね、お、いいよ、はい、かくいいよ、おいしい、うん、あのね、血圧がバーバーになっちゃう、いやすごいよ、ちゃんと見える、これ、あ、水全然見えてない、いいよ、ガクイ、早いよ、あ、いいね、かっこいいわ、うん、口大きいね、ガクも、サイドもね、もやしは、もやし結構噛む、あ、そうだね、あーね、玉ねぎ多分シャキシャキってくるじゃん、結構早い、結構早い、いいよ、結構いいペースなの、3品、あー、パックガクイ、美味しいサラダ、いただきます、ね、大好物ですからね、ガクではないで、唯一メンバーで食える、うまそうだな、うまそう、いいよ、そういうの俺やる、優しい、かっこ優しい、藤井行きたいって言って、ん、5分半なんで、あと3分ですね、やばい、あと3分時間経つって言ったら、わかります、このガチな感じ、緊張で結構ガチなんですよ、やばいですね、あの食べるとこを生で見れるのが嬉しすぎる、ちょっと俺はあなたがね、ありがとうございます、パクテスパクテ、よいしょ、出てるものは順番関係ないですか、あ、同じ順番、同じ順番でこういう感じですね、あと1分後に鈴木さん登場です、やばい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 、頑張れガク、頑張れ、頑張っちゃって、うんふんうんふん、あと15秒後怖え、あと15秒後なんか怖え、ハンター10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、鈴木さんどうぞ、いただきまーす、始まりました、餃子、いや、軽いな、餃子いっぱい、あ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 、いただきますも言わずにガッツリいただいてます、相当腹減ってるから、おいしい、おいしい、はよ、もっ、俺たちの口の大きさでパンパンになるあの量と、うん、あ、違うんだね、やっぱ、あ、なるほどね、いや、一口大きい、いや、俺全然細かく噛んで入れてないじゃん、あ、熱さでやられてる、あ、やだ、熱さでやられてる、肉汁肉汁別に大作戦、どうぞどうぞ
暑いのも苦手かもしれないね、これ。そうなんだ。結構長時間なんですか。全部できたくにしてください。長期熱々で。めっちゃうめえ、バンバン、バン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 。蒸し鶏のだな、うん。いや、うまそうだもん、だって。鶏が新鮮だもん、これ。待って、もう終わる。やばい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 。もう終わる。ね、えぐいよ。早い。えぐいよ。待って、これまずいぞ。え、今こちなみに何品目くらいですか。やばい。いや、俺早くない？うわ、あ、やばい。あれ、もやし、あれ20秒で終わると思う。うわ、いい音。いい音してる。美味しそうに食べるんだよな。え、歌口で終わった。嘘でしょ。歌口で終わった。待って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 。やばいね、これやばいぞ。結構本当に勝負に隣見るな、絶対隣見るな。いや、俺も結構早くない？いや、早い、めっちゃ早い。まだ自分の世界だけ見てればいい。いや、俺も早く、俺とユウスケ多分早く食うのは得意やね。一口も。やばいやばいやばい。いや、でもパクチーサラダ、いや、パクチー辛い。サラダ2連単は多分結構急るよ。だって味わって食べるもん。美味しい美味しい。やばい、ありがとうございます。こんなにも差が、こんなにも差があるとは。人間、同じ人間ですよね。ですね。唖然としてます。これ食べづらい。野菜コーナー。野菜コーナー。待って。キャベツ。あ、あれします。ちょっとあれします。バンケットズルします。何ないの？何ないの？お、マジ？やりづらい。バンケットストカイでいけ。待って待って待って。バンケットちょっとバンケットズルする？ちょっと。ちょっとお待ちください。あ、もう全然もうウェルカムウェルカム態勢なんで。もうじゃあもう手伝う。もうある。待って俺さ。二人がかり、一人行く、二人がかり。もう二人がかり。三人がかりぐらいにしちゃう。もう三人までオッケー。三人オッケー出ました。舐められてるぞ。いや、任せてください。それ頑張る三人とも、後悔させろ。パリパリユーリンチ。いきます。パリパリユーリンチ。待って、めっちゃうめえな、これ。アヒルの。ピタンドッグ。ピタンドッグ。投げるか。いや、でも、うわ、うわ、でも早いわ。パクチー早いよ。うまい。あのキャベツを何口でいくのか。いや、それ気になるわ。すごいよ。キャベツの量半端ないから。一体分からせてた。ユーリンチ。ユーリンチ。俺ユーリンチめっちゃ好きなの。めっちゃうまい。絶対ここの美味しい。美味しそう。結構ユーリンチに俺うるさいんだよな。うまいんだけど、あのね、噛むのが大変。巻き方みんないただきます。めっちゃ早い、めっちゃ早い。やばいやばいやばい。いや、これパクチーめちゃくちゃうまい、マジで。大好きなんですよ。スーパーうめえ。結構歯ごたえあるもの来ましたね。ちょっとワンケットチーム大丈夫？もうあれ？今 3-1 で勝ってますからね。大丈夫？あ、こっちアユリンチなくなります。おお、よしよしよし、いいペース。そしてまずい。いかがでございます。あ、塩辛。今、塩辛いく？あゆま。完全なんかもうズル作戦みたいな。ズル作戦がもうえぐいな。キャベツ、キャベツ、ピーカーうめえ。食べたいきますよ。一人食べれる人、最大3人までなので、今、いただきます。ややズル感あんだよな、なんか。こんなにサラダを勢い食ったの初めてだから、めっちゃこめかみが痛い。さて、失礼します。でも、めっちゃうまい。ありがとうございます。あの、歯ごたえが、いや、ユーマ、山盛りキャベツって言ったらもう結構強いと思う。やばいな。うずらの味玉でございます。はい、ありがとうございます。油淋鶏めちゃめちゃ美味しかった。みんな、これこっち行くわ。キャベツだ、キャベツ。メンマでございます。それぞれ交代もあるよ。交代も。あれ、これこっちは交代するわ。交代、交代。これ山盛りがすごい。メンマいかせていただきます。終わりました。今、山盛りキャベツで。さて、失礼します。ピータンドーどう？このキャベツの山、尋常じゃないですよ、これ。あ、みんなピータン食べないで、ピータン行きます。
お湯まいよ。このキャベツがね、マックスさんの一口の量好きだなってコメントきてます。うん、俺も好きっす。うん、頑張るな。あげんな。いや、すごいな、ほんとマックスさん、麺を食べてるからよりごまった。初恋はいつですか。おー、やばい。作戦、作戦変更。ね、保育園だけですね。保育園ですよ。これ聞くな。名前覚えてますか。いいよ、いいよ。きみこちゃんですね。きみこちゃん。なんだ、さつみこちゃん。ユーマー初恋つ。なんでお前仲間いい。仲間、仲間やめろ。保育園だけかな。これ、うまい。よし。お、キャベツ。キャベツ終わった。いいペース、いいペース。メモキャベツでございます。キャベツキャベツあるの。キャベツキャベツ好き。俺、ゆずキャベツ行きたい。ゆずキャベツ行きたい。あ、変われたら変わろう。今大丈夫ですか。めっちゃいい。オッケー。この時間、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 この時間。メモもいて、メモもいて。これ美味しいんですけど、めっちゃ辛い。アヒル、辛い。アヒル、うまっ。やばい、すごいわ。アヒルってなんでアヒルっていうか知ってる？これ知らねえ。いやだからお前邪魔するんだよお前。俺も知らないんだよね。はいね。はい。ダチョウの黄身ってゆで卵にするとなんか緑色になるの知ってました？はい。おい。今マックスさん、キャベツが腐れてるはず。調味料がね、美味しいんですよ。ちょっと辛いんですよ。あ、辛くて。前も苦手言ってたから。ああ。そうですかね。め、あの麺は噛めないこれ。メンバー選手ない。メンバー。あ、出ました。トシだ。イヤストマト。あ、出て出て。イヤストマト俺に任せて本当に。だってあのね、なんかね、アヒルのピーターって辛くてね、キャベツ。あのね、ここうまいうまいんだけど、噛む量が多い。うまい。全部うまいな。うん。いや、トシ麺系行きたいの。麺系か馬刺しを連続でバババババッとです。で、その今胃に余裕あると、胃の中余裕あると。はい、メンバー。じゃあ、あの、変わりたいなと。トマト、早くなこれ。うん、もうトマト早っ。次誰か終わったら、終わりっすわ。うん、どれくらい。うん、メンバー。チェンジ、チェンジ。はいはいはい。うん、イヤストもめっちゃうまかった。うまそうだな。くせにしてる、くせにしてる。いいよ。水餃子でございます。おー、餃子ですよ。麺の完食。もうなんか3対1の効果がちょっと出てきてますね。出てきてますね。ズル作戦がちょっと。ちなみにこれ今ジャガーバターは結構くる、これは。わ、なんでお米かけました。あかーん、あかーん。めんこめんこはん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとお腹いっぱいになってきてる。ちょっとこの組み合わせがきついな。いけるかな。おい、米いく、米いく、米いく。じゃがいくわ。じゃあうまっ。頑張れ、頑張れ。うまい、うまい、うまい。あと何品ぐらいある。僕ら今何品目だ。もうわからん。ちょっとキャベツ、キャベツいける。あと25。あと25。俺あともう10個ぐらいある。あと25があるんですよ。なんか必要なものあれば。いや、まだ作ってない。大丈夫。まだ出てないのかい。かーやっぱねえな。そうだ、俺苦戦してる。おおおおおお、いいぞ。辛い。辛いですか。辛いの苦手なんですね。さっきも辛いもんね。なんかなんか避けてください。いいよ。え、これちょっと正気見えてきたんじゃん。ね、うん、あとは俺らに決めくるしかない。まあそういう位置。スピードが勝ってる。あ、ちょっとペースダウンしてきてます。でもやべえ、生飲みて。生ビール。飲みたくなるな。飲みたくなる。いや、そんぐらい美味しい。スリコーちゃん行きましょう。米交代するよ。これで。大物の牛肉付きでございます。うわー、うまいな。いいよ、米に合う、米に合う。米に合う。食べ、おめでとうください。やべえ、腹いっぱい。これ、なんか。チェンジ、チェンジ。今の子はあれね、股間に残しておきたいさ。じゃあ、ちょっと、一回、飲みます。あー、うまい、砂肝。
なんかめっちゃいいよ。ペース的にはとても勝てそうな気がしてきましたよ。だって、お米を分ける作戦ですね。はい、お米を分け今20品ぐらいいってるもん。いや、あと20品ぐらいって言ったんで、19ぐらい。いただきます。まあちょうど20品ぐらい。お米1リック持っとこうよ。ああうまい。おかずでいけるべ。もう夕飯ですね。ニンニク効いてんなこれ。うまいよね。めっちゃうまい。はい、これちょっと疲れた。じゃあ最大3人までだから。来るね。じゃあ持ってて。ダムパンさんは麺が麺好きだからね。今は麺好きなんだよ。いいんじゃない、これいけんじゃないマジで。ね。え、俺勝っちゃう気がしてきたよ。大丈夫？いけるよね。ね。勝っちゃうよ俺。それでペコイって言われても勝ちは勝ちました。堂々といるよ。それはタイトが言うとね、サネでした。あ、センベイってことだ。ベイ、ベイセンベイで、センベイってました、センベイ。うまそうだな。これマジでうまい。なんか肉味噌みたいなのが乗ってますね。うまそうからな。あ、これはなんか熱々きたよ。あ、なんだなんだあれ。熱々きたよ。はい、これ絶対ヤバいやつだ、これ辛いの苦手です。俺の苦手なやつだ。マグロ豆腐や。よし、マグロ豆腐。いや、絶対うまい、これ。俺たちのマグロ豆腐、これうまい。マーボーあったよ、俺ご飯入れたな。え、しかも豆腐さ、豆腐すごいね。そう、すげえ。うわ、マホでっかい豆腐、全部1個、丸々。ちょっとさっきから好きなものばっかり食べてる。大丈夫だ、それなの。それもタイミングで撮ってるからいいじゃん。なんかでも、ゆうすけの昼飯見てるみたいな。多分おいしいな。ご飯取り分けちゃってるもんね。女子みたいな食事しちゃってる。あ、やばい、めっちゃ熱い。俺ががっついたものといえば、冷やしトマトぐらいだよ。うまい。しか食ってない、まだ。いや、あと、あ、うまいわ。うまい。いや、これうまいわ。八角が効いてるわ。でも、店員さん側から行きますか。行っちゃっていいですか。どうぞ。終わりますか。ありがとうございます。さて、綺麗になってます。ありがとうございます。ネギレバでございます。ネギレバでございます。ネギレバ。答え誰か行く。ネギレバ。よし、あれ取るわ。ネギレバ。じゃあ、これせんべい行かないと。せんべい、おせんべい。あー、せんべい行こうかな。あ、さんか。やさ、さんかね。やばって言えば、これ俺の米だから。待って、豆腐めっちゃ熱いやん、これ。この肉を乗っけて食べるみたいですね、これ。でもさ、結構さ、みんな早く食っていうか、味うまくない？うめえ。だから全然いける、俺。本当だったらもっとゆっくり味を紹介したい。間違いない。やっと飲んで。でもそれは多分、マック鈴木さんがやってくれるでしょう。はい。うめえ。美味しい。ちょっと待って。答えてる。キャベツが。キャベツいきますね。うまいな、これ。おいしいです、揚げも。これめっちゃ豆腐厚いな。ちなみに今までこの、なんか僕らみたいなの対決みたいなのはあったんですか？何回か。今のところ無敗。負けたことは多分ない。あ、絶対勝つぞ。絶対勝つ。どんなズルしても勝つぞ。やったぞ。めっちゃうまい。食べさせ合うなって。めっちゃうまい。麻婆豆腐めっちゃうまい。うまい。せんべいかせんべいって弱いわ、ちょっと。ね、すいません、すいません、紹介してください。いや、ね、なんか、お前麻婆とご飯食べただけやで、ね、今ちょっと1個ぐらい開けてよ。1個開けんとダメだよ。だってしかも砂肝も全部食ってない。米開けた、米開けた。米俺も開けたよ。米開けたから。お前すごい、ダメだよ。ブリブリブリ、ほんと汚いやつだろ、お前。あんな言う仲間のうちで。あー、結構ね、パリパリだから美味しい。僕ら、うん、あー、ビール飲みたいわー。お前、ポストにしました。ん？いや、美味しい。え、待って、めっちゃ汗出てきたわ。ちょ、俺もマーボー。うん、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 バカか、お前。めっちゃ熱いやん。そんなことすればないよ。めっちゃほら追い上げてきちゃってるよ。やばい。あかん。小鉢ゾーン。だってあの大盛りのご飯でしたら、多分鈴木さんからしたら普通の料理しない。普段の。そうやね。おちょこすの、おちょこ。おちょこ。カレーのが、つれ。
いいよ、でも作戦的には。あ、すごく。いや、だって勝てばね、言えるから、ね、勝ちましたから、ね。やばい、なんかさっき言うとなんかちょっとムカつくよ。なんかムカつくよ。一番食ってないから。うん。あんまりご飯なくなった。おい、よいよいよいよ。これ前じゃなくて。あ、そうですか。やっこれ、これ。いきますよ。これは行っちゃって、ちゃっと。お前はだ。正直に言おうぜ。今さん、俺どうすいや、やっぱ人間結構あれだね、急にせんべいって急にガーッとくると良くないもんね、うん、でもいや、待って体調悪いな、ね、肉味噌めっちゃうまくない、それ言う、まあ、フードファイトでそれ言う、麻婆うまっ、やっぱご飯美味しく食べてもらえない、ちょっとでもこれこのおすすめの食べ方を紹介したいと思います、絶対うまいじゃん、おせんべいにこの麻婆豆腐をですね、たっぷりおかけしまして、ありがとう、もう豆腐が卵みたいですからね、いただきます、あーうまそう、うちの母ちゃんの作るフォアグラソテーよりうまい。お前のお母さんどこで働いてたの？家で出る、うん、うちの母さんが作るウニのあの軍艦よりもうまい、うん、板前うちのばあちゃんが作る A5 ランクの、はい、人参しりしりは、人参しりしりはね、メインディッシュです、メインディッシュ辛い辛い、わさびかな、辛いんだ、辛い、チャンスじゃん、逆にね、これでもあれ麻婆豆腐は結構苦戦すると思う、今冷ましてる最中だと思うんですよね、僕的にはそう思う、でもあんまりこの土鍋が、あのいいやつすぎて冷めないです最後まで熱々、マジっすか、はい、最後まで熱々でした、いい土鍋、裏目に出るよね、ちゃんとあのね、これもオリジナルなんですよ、器とかもこだわってるんでしょうね、きっとね、最後までブラボー、うまいか、はい、おい、ちょっと豆腐で苦戦してる、何だったの、豆腐で苦戦してる、ピリ辛さ、なんか、なんか、そば10個やばいな、辛いの、ちょっと、一旦休憩します、じゃあ俺、ずるずる、これ、レバー行くよあ、でもめっちゃうまい、それちょっとスライドしてくれ、豆腐お願いします、雪馬の何それ、せんべい終わりました、明太子、え、めっちゃうまそうじゃん、その明太子の中、明太子、うわぁ、乳麺で食べた、めっちゃうまそうじゃん、これ乳麺、やったー、乳麺いいね、うまい、あ、俺、あれ食いたい、サラダうまい、うん、もういいな、じゃあコメントなんかマックスの机の上、量半端ないいや、でも、改めてすごいですね、今何品差があるんだろう、何品ぐらいあるんだろう、今うわ、チャンスチャンスピンチをチャンスにいや、ポテト来るね、チャンスをピンチに、あ、ダメダメ、これさ、せんべいの上に乗ってくる感じ、消化してる品は多分同じぐらいですね、同じぐらい、え、今並んでます、ちょっともしかしたらバンケットのが有利かもしれない、よっしゃー、ショールーム200人ぐらい見てますね、お頑張ってるよ、どどん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 ダンダダ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 ンダが悪い噛んじゃうんだね、笑わない、鼻水じゃんねうん、乳麺出た、うん、やばい、ちょっととろみつけた、あ、待って、マンボール後から汗が、これうまい、うん、まいな、明太子ポテトとこの餃子の皮揚げちゃって、いや、乳麺も美味しい、これさっぱりしてる、それいいな、すごい食べる、ハイボール飲みて、辛さにやられてます、辛さに、今チャンス、よし追い上げはここだ、いけるいける、今だ、こっからよ、こっから、辛さ、豆腐を食う回とはかっこいい、何が辛かったの、あの、小鉢、あれ、チャンジャですね、げもう激辛じゃん、チャンジャっすか、あれあれ、一気飲みしました、俺は、あ、本当、あれですね、あれ、辛かったもんね、え、これ
スープも行った方がいい。でもいいよ。来たよ。来ました。スープはどうですか。中身なんですか。スープは。じゃあ、どうぞ。どうぞ、はい。カイド、いったれ。いったれ、カイド。これは頑張ろう。いったれ。絶対うまいね、それ。絶対うまいんだよ。絶対に。もう。ただ腹が。お題。お題。お題。お前なんでだよ。でも これいいよ。答え。これでも西田でした。おい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 。ダメだよそのスライドは。やばいよ。これね。ねえ、ちゃんとやってこそういうとこは。でも結構しなかった。あ、じゃあよねこっちも。もう石田行きます。バサシコしました。あ、たてがみだこれ絶対に。ありがとうございます。みんなに行こう、俺はもうチームワークしよう。喧嘩してる場合じゃねえわ。今ね、うん、やっとこのそんな行っちゃうの。なんでなっちゃうの。あんまりちょっと馬刺しとね、味わおうぜ。ちょっと待って、痛い。ジャージャー麺めっちゃいい匂い。うわー、あー、まーあ、まずいっちゃった。痛い。めっちゃうまい。おいで、たてがみお前のたてがみだけ。ニンニク持ってたわ。まあ、いつからそんなうまキャラ昭和的にうまキャラどっちもいっちゃいますね。これね、ネギとこう一緒にこう。まだ一回血液サンサン落ちます。行きました。うん、結構やったよ。じゃあじゃあ三人で頑張ろう。6、7品行ったっす。行ったね。もちょっとあと頑張って落とさる。うん、俺多分俺らで2キロ消してる今ね。うん、実際今何回食ってんだろうね。今多分25、6品ぐらいじゃない。結構行ったね。あ、でもあれじゃん、今机見てる限り、俺たちが食べ終わったものしか見てない。よし、おいいぞ。実はスタートしてから5言ぐらいしか喋ってない。ガチですか。ガチですからね、やっぱり。唯一聞いたの初恋の女の子だ。結構レアっすよ。ちとせちゃんだっけ。いや、結構あれだね。清美ちゃんだっけ。なずみは結構いけるわ。きみこれ、なずみはいける、めっちゃうまい、めっちゃうまいって。写真見せたくってなくない？これ来たんか、これ。これ、ユーマン食べたい。これ何？ちょっとそれ、ポテサラ。タラメラタイコン、ポテサラ。タラメタラだ。ジャージャーね。ジャージャーめっちゃうまかった。ジャージャー行って。ちゃんと。うまっ。ジャージャー3人で消してる。うわー、いいね。これ、気になったの。これ、結構気になった。知れん。うまっ。めっちゃ絡めた。あ、ジャージャー麺めっちゃうまい。こんなうまいジャージャー麺食ったことない。俺並んでる料理を見て、いいよ、カイト。俺めっちゃ頑張ってんな、なんか急に。みんなで頑張らず勝てへんからな。結構ジャッジするって言ってるから。いつの間にか3対1がもうなんか通常モードになってくる。あ、僕が合ってる。1回もだっけ。3対1がなんかあれ最初の一緒だけど、あれこれ元々通るんですね。あ、そうだっけ。合わせてくってた。多分これ1品ずつ言ってたら確実に負けてました。いやいや、もう抜かれてるよ。うん、あ、まだ噂によると全部3品ぐらい結果したところ5対1になるっていう。あと10分後くらいに5対1になります。マックさん、辛いのは苦手だそうですけど、いや、本気そろそろ出しそうみたいなコメントがたくさんありますよ。結構前よ。本気ってどうくる。視聴者の人は本気をやっぱり知ってる。やっぱりね。でも逆に僕らの本気を知らないみたいなんで、ちょっと見せてやりましょう。え、トシ君もちろんだい。うりゃーいからね。タラモサラダと詳しい方がいます。タラモサラダ詳しい方が。あ、確かにうまっ。まあでも、気になるの。ちなみに僕も結構マックさんのファンで YouTube とか見て、何軒かお店行かせていただいたことがあります。マジだ、ガチ。オランダ県もまだ、オランダ県行ってないの。行ってない。共同食堂。こんなもん。はい、ありがとう。どうする？これって、これと胃の中のもの。いや、いけるぞ。あ、待って、今絵面やばい。やばいな、ここだけ。いや、それほどガチだから。絵面じゃなくてね。よし。本気だから、やっぱり。いいと。
これはいけない、俺は。ライズさんの場合、辛さやあったのがネックですね。できそう。詳しい人もいる、詳しい人もいる。これ結構大変だよね。割と年食ってるの。いや、俺結構頑張ってる。今日も続くかな。だから本当にだからちゃんと整えてきたんだから。ビスト乗せていただいて。あー、ちょっと待って、ちょっと待ってる。おい、おい、どうした、おい、どうした。スタンド出すな、お前。お前、急にスタンド出すな、お前。お母さんがもうやめとけって。お母さんが言っとるやろ、まだ。俺の前、ちょっと待って。一回休憩ぶり。ないよ、お前。これ、行っていいですか。あ、自ら行く。担々麺行っていいですか。僕。自分でもビビビビ。ないよ。大きいものがありやすい。あの、足とかが汚くなってきたから。見て、このさ、もう、あ、めっちゃ綺麗になってる。綺麗にしましょう。心が現れてるね、やっぱね。俺が汚いの。俺が複雑って。うまい。よっしゃ。じゃあ終わったわ。よし。あ、ナイス。よし。まだ大丈夫でしょ。まだいけるしですけど。もう一回ランタンいただきます。でもなんか鈴木さんの顔がだんだん結構さっきよりマジになってる、ね、もう完全マジですよ、もう負けられない。負けてくれ。こちらも負けるわけにいかない。俺で勝って有名になるんだ。プロレスプロレス。今日どうして泣くなって。うざまーうまい。実家の母ちゃんも見てるみたいな。うまいこれ。ちなみにマックス鈴木さんの息子さんはお名前なんて言うんですか。チビマックスって言います。チビなのにマックスなんですね。そうなんです。ミッキーのコスプレで2人で撮ってる。ありがとうございます。フォアだね。インスタでいつもチェックさせていただきます。ミッキーデビューしまして。めっちゃ柔らかい。これどこが柔らかい。このボケは。無知の地、そこらです。バサシが乗り始めた。
だからこれね、麻婆行った後から麻婆ね、ちょっとずっと冷やしてるもんね。いや、これ口がでも辛さは健在だからね。確かにそこよ。すいません、ありがとうございます。まず、見てるだけでお腹いっぱいが間違いないです。あー、俺これ手羽行がラストの品かもしれない。ラーメンでもね、めっちゃうまい。あの餃子の身が、あ、緩めた、緩めた、緩めてるジャージだから。やばいぞ、こっから来るよ。甘い。あー、出た、やばい、やばい、やばい。あれ、コンフレとかコンフレファン、コンフレファンです。コンフレファンです。ありがとうございます。いきそうです。すごい、生で見られて本気。あ、ファンのみんなもすごい気づいてる、気づいてる。出た、本気、本気だ。勝ったら、俺らが勝ったらちょっとだけファンになってください。ちょっとだけでいい。あれは CD 買ってます。CD 買ってます。お願いします。ちょっと俺、はい、簡単も焼き回った。よし、汁はあのやめとけよ、体に。あのお前は汁好きだからな。そう、さあ TTG を飲みます。あ、ゆうま、ともくいぞ、入りました。泣きながら食べます。お母さん、お母さんじゃない、じゃないやばい。お母さん生きてる。お母さんよな。手羽行1個で限界が多い。結構来てるわ。やばい、結構来てる。なんかねえかな、満腹度を減らすストレッチとかねえかな。一回踊る、一回踊る、一回踊る。なんの来いよこっち。何して何受けてんじゃんよお前。帰ってこいよ、来いよ。お前の場所こっちだ。そんなこと言ってる場合にどんどん進んでってる。やばい、やばい、やばい。あと、ちなみにやりたかった、カイト。え、カイト、次のローテーションお前の分ちゃんと開けとこ。なんかしれっと、なんかしれっと、なんか次俺みたいな空気出してる。あの MC ゾーンの中に出していけみたいな。あ、でも思ったよりバンケット頑張ってるやんって言ってもらってますよ。はい、頑張ってるよ。いったぞ、はい、おいしょ。頼んですね。あの、でも5人で食ってもこれ結構すごい量だと思う。やばい、やばい、やばい。え、ちょっと、あ、ちょっと、すごい。でも横から見てすごい出てる。ガクがそんな出てるの初めて。俺もだよ。え、やばい。はい、じゃあどうですか。やばいな、やばいやつです、これは。やっぱ書く力が必要なものは多いですよね。うんうん。これ、カイト次もらえば。まさしく来るな。そうだ、次も、あ、でもこれネギもいかんと。あ、これネギもいかんと。ネギ行くわ。あ、じゃあ、あとでちょっとタッチしよう、この俺の手番号と。あのね、かいちゃん、かいちゃん、あのね、どうしよう、もう無理かぶってる。どうした、どうした。うん、僕もそうに見えた。でも今日結構頑張ってる。俺らも頑張ってるんですけど。ああ、こんなふりかけ絶対美味しくない。待って、めっちゃうまい、めっちゃうまい。あ、マックス頑張れってコメントがあります。誰か、クダ頑張れ、頑張れ、ゆうま頑張れってコメントください。かいと頑張れ、僕。あ、でもこれあとどれくらい。あ、もうこれだけやん。いや怖いよね、怖いよね。あ、あとゴールが見えてるの。ゴールが見えます、こちら。いける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 、いけるぞこれ。うわ、やべえ。待って、ここで飲めなくた。これ何、これ何、これね、あの飲み物だって書いてあった、飲み物って。小さだ、小さ。あの、甘味、甘味は任せて。俺も、いや、俺も、いや、俺も行きたい、普通に。甘味は任せて、単純に5人ずつ甘いものです。ちょっとね、お口に入れたら、ルール1人にまた戻しますか。はい、そうしましょう。やばいやばい、今までズルしてきたからな。一回戻しましょう。バンケット、今までズルしてきたからな、しれっと。はい、じゃあ処理に飲んで。じゃあ言うまで。じゃあ、これはカイトだよ。サボったからサボってねえよ。なんだよこれ。ゆうまくん頑張って。ゆうまくん、確かにまさかの一人に。やばいよ。いやー、ちょっとルール変更が。でもこの一人だと結構さ、最後わかんない。やばい。結構でもね、アイスゾーンはいい、いける。これあの、なんかあの高校生の時に剣道の合宿で食べたぐらい食べました。何の話？合宿ってね、合宿ってなんか詰め込むや。詰め込むね。その時ぐらい食べた。
でもさ、同じ分量食べてもやっぱ美味しさがこれだけ違うと全然違えな、うん、違う。え、でもね、贅沢ですよ、こんな全違いない全品全品美味しい。だって全品食えることなんて人生でないもんね。はい。今マックスさんの時が止まってた。ああ覚醒。ああ。え、僕あとどれぐらいあるんですか。もうこれと甘味ぐらいですか。やばい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 。あ、もう。やばいぞ。えら。やばいぞ。こちら馬刺しと。これですね、たぶん一番いいですね。何段階になるのか、このタイミングのご飯ですから。品数取ったらあともう5品ぐらいですよね。やばいよ、あ、馬刺しゾーン入っちゃうよ、これやばいよ。馬刺しゾーン、たぶん馬刺しは早いと思うんですよね。いや、やばいやばいやばい、あ、やばい。あの、ラーメンを食べてるシャッとラーメンすすったみたいな感じ。あれ、カイト、太鼓。あ、わあ、でもこの並びすごくいいよ。え、これ途中交代ありですか。いや、やめとこ。いや、もう勝たなきゃ。勝たなきゃ。ありでもいい。結構競ってるよ、今。やっぱパンが、倒すっていう、その馬刺しがすごいおいしい。そこ見たい、カイト、俺。甘いんです。パンが甘い。パンが本家を倒すっていう、その、絵が見たい、俺。行こう。すごい、カイトも。お、いいよ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 、味わって食べてね。めっちゃうまかったもん、まさき。全然味違うな、なんだこれ。なんだよ、めっちゃうまいもん。何が一番うまかったの？おすすめ。俺はやっぱユリッチと、ユリッチ好きだから、まず、そもそも自分が。スピード上がった感じしますね。いやでも俺ジャージャー麺も好きだった。はい、担々麺も好きだったもんね。あ、餃子うまかったよ。海斗くん、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 食いたかった。俺水餃子食ったけどうまかった。うまいっしょ。こちらのコメントもいきましょう。そうですね。いけ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 。惜しい。顎が疲れる、これ。皆さん、マックス鈴木さんに勝てそうです。少し僕ら、まずマックス鈴木さんが残り10品ぐらい返します。返します。いけ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 。返します。僕らが残り4品。5。今これがなくなれば4。すごいな、マジで。いったんよ、いけるよ。米いけるかもね。やばい、米なんか。いやー、いけるよ。向こうも米ないっす。え、米ないですか、もう。多分あるかも。やば、はいはい、やばいよ、これ。米が多分一番あ、やばいよ。今だって多分、ちょっと全員のインスタを。やばい、やばい、やばい、やばい。あ、みんなやばい。ちょっと、これも。おぉ、変わんない、変わんない。おぉ、変わんない。すきまちおかい。来ました。よし。よし。頑張れ。ああ。でもこれ5人で分けてこ。そう。いけるところまで行って。アスタリスク、アスタリスク。美味しい。でも美味しそうじゃない？普通に美味しい。ね。めっちゃうまい。いいな。やばいやばいやばい。全部食べちゃうと。いやでもやっぱ人間にも限界はありますから。でも限界はこれ。マジで。これめっちゃうまい。マジで。本当にうまいこれ。だってもうだってすごいもん。あれ二口だよ。ちょっと。すごいんで回してこう。いけるよ、トシ。いや俺今日はね乗ってんだよ。すごいね。ちゃんと整えてきたから。どうした？見てた。見たわ。あ、すごいすごい。ちょっとやばい。食レポしてる暇ないかもよ。え、でもまだマーボーあるから。あ、そうなんだよね。まだね。あそこが崩れたらもう俺らの負けだと思う。今まで食ってきた卵かけご飯だから一番うまい。うまそう。なんかエビ入ってる。桜井さん、桜井。止まってる。やばい。止まってる。今じゃ。やっぱ歯ごたえがありますよね。あ、
早いだろお前。じゃあちょっと待って、俺これ全部食べるからさ、ちょっとプリンだけ欲しいな俺。ああ、こういうこっちなんだ。シャーベット、いやシャーベットがいい、シャーベット半分食えればいいかな。うまっ。そう、あの桜エビの風味がすごいな。今、桜エビ、うん、家にいらっしゃる方が、あれでも行ってみてください。あ、いい、皆さんお水をください。本当にすごいです、あすごい、ご飯食べながら食べたい。本当にですね、5人で食べて、ね、やっぱ電子で食べる、もう一周だいぶ、やっぱ強い。ジャンプが好きだから、ちょっとコリコみたいに行こう。うまい。え、誕生日さん、シャーベットがいい、シャーベットがいい。あ、うまっ、ね、うわ、本当に美味しい。うめぇ。5人で入るもん、1人で入るなんかやばい。え、これうまいわ、普通に全部強い俺。でもこれですよ、難関多分、このおせんべいさん、多分このタイミングのおせんべいさん、だいぶ来ますよ、これ。ちょっと待って、見せてくれないんですよ。俺の母ちゃんの作るジオラーメンを食べて。ジオラーメン、ジオラーメン、ラーメン、ラーメン屋さんだろ、これ。ね、やばいよ、やばいよ、やばいよ、ちょっと。ちょっとやばいよ、これ。やばいよ、ほんとに、ほんとに、ほんとに。あと4品よ、だって。やばい、やばい、やばい。ほんとに、ちょっと本気でいい。ライブハンデもらったな。ライブハンデもいただきつつのこれでやばいな、ほんとに。連続で行く先に行って挟んで帰る。休憩しよう。うん、うん、食べよう。こっちに。あと一口いこう。トシ兄ちゃんもう無理だ。カイ兄ちゃんは死んでるね。あかん。これみんなで行きます。うめぇ。そうだね。これうまっ。ちょっと、やばいよ。やばいよ、やばいよ。頑張れ、ガク。やばい、ペース上がってってる。やばいよ、ここに来て追い上げの本気が。これまで全部食っちゃうんだろうな。もうもうこれだ、来たぜ。甘い。でも、さすがに冷めてるから甘い、うまい。まあでもやっぱり一口でかいから。いや、飲み物か。こっちやってるしな。あ、やばい、やばい、やばい、ほんと急ごう、急ごう、頑張ろう。ラストスパート、これ、ここ大事よ。俺甘いもん食えないよ。いや、食べてもいい。あ、これうまいな。俺、これプリン一口いける。ほんとに。俺別払い。やばい、やばい、ほんとに。やばいよ。いける、いける、いける、いける。やばい、プリン一口いける。おぉ、はぁ、やめて。頭、頭キン、頭冷やした方がいい。頭気になるの。ドラゴンボールの瞬間移動のやつやつ。耳たぶん触るといいらしいよ。いや、それどうなるの、そのシャーベットと水とか。なんかその流れやり的なものある。わからない。カブ終わるよ、カブ終わるよ。やばいやばいやばい。カイちゃん頼む。おい、ずるして負けんなきゃきついわ。やばい、終わってしまった。よし、けけけけけプリン秒でいけ。プリン、やばいやばい、いけいけいけ、任せろこれは。いやいや、やばいやばいやばい、いけるいけるいける。よっしゃ、いくぜ。トシいったれ。山田決めよう。トシいったれ。トシいったれ、トシいったれ。ごまかー。いや、先生先生。わー、行く行こう。おおあー、冷たい。すごい、あのまま入れない。これは結構あの…いや、すごい、いや、すごい。あー、消えない、消えない。消えない、水でいける。いい、水で薄めろ。待って、頑張れ、頑張れ。あとちょっと、これいけ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 。あー、いやあと一匹を残す。一匹でよかったー。いやー。マジ待って待って待って。すいません、負けました。
めっちゃ余裕だった。ズルがすごいんだよな。めちゃくちゃ待ってもらいました。はい、いや待って胃がやばい。いや俺っぽい。え待って最後ので。お腹が勝ちは勝ちなんで。はい。これリベンジないですか。お。あ結構マジで。悔しいっすね。それぐらい、それぐらいでもあのいい勝負したと思います。あーあー、本当に悔しかった。リベンジちょっとダンダダン坂場さん社長に確認します。かまじゃ。言ってそういうこと。八品、八品、七品とか。ちなみにこれどれぐらいかかったんですか、全部食べ終わる。確かにちょうど1時間ぐらいですか。1時間ぐらいですね。1時間ちょっとですね。すごかったなと思ったって、あのペースが落ちなかったなって思ったの。正直後半になったら誰も食べれなくなるんじゃないかなって予想しながらやってたんで、いや全然落ちねえしと思って、よっしゃ、いや結構本物だなと思いました。いや、びっくりしたと思った。気合だけは。カラミはあ、なんかあるんですか。あのなんかちょっと1個お願いしたいことがありまして、はい、あの負けた時は負けた時でまたいろいろ考えたんですけど、ただあの勝ったので、はい、あのぜひあのマックス鈴木さんのあの YouTube チャンネルの方で僕たちのことを宣伝してください。もう全力でこちらに。もちろんいいですか。全力でこちらに。カットの可能性もまあなきにしもあらず。あのチャンネル登録の方よろしくお願いします。リンク貼っとくんでよかった。アルバムをバンケットチャンネル発売中です。よろしくお願いします。Welcome to the Banquet World。全国 CD ショップで買えるのでね。はい。よろしくお願いします。ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。お願いします。ここで私のおすすめを。まああの肉汁もちろん餃子じゅわーってしたんですけど、みずみずしかったんですけど。他だとあの餃子のね皮せんべい、こちらはかなり美味しかったですね。多分あの生地自体が美味しいのかなと思いました。これねぎレバー、これ絶対食べた方がいいと思います。あえて言うならタンタンつけないかな。この辺が僕の好みでした。そんな感じです。よかったら来てみてください。はい、イケメンっつって、僕的イケメンはこれでした。